皆さんこんにちは、石井 D です。この度ですね、なんと、モバサカ C はですね、国内100万ダウンロードを突破いたしました。はい、ということでですね、今回 国内100万ダウンロード突破したということでですね、これを記念しまして、皆様にですね、デジタルコード1万円が当たるキャンペーン、プレゼントキャンペーンをですね、実施したいと思います。で、今回のキャンペーンなんですけども、ある企画を実施しまして、その企画からですね、応募者っていうところをですね、募集したいなと思っております。で、今回の企画なんですけども、今回ですね、モバサカ C のですね、トレーニングにあるあのフォワードのシュートですね、シュートトレーニングを実施しまして、僕の、成功回数を、超えた方の中から、抽選で3名様にですね、1万円をプレゼントしたいと思います。はい、ということでですね、早速ですね、トレーニングの方やってみたいと思います。はい、で、まずホーム画面からですね、トレーニングっていうところを押してもらって、この一番左のフォワードのトレーニング、シュートっていうところをですね、皆さん選択していただきますと。で、この中からですね、あの好きな選手を選択して、まあ、僕はコーチリングで行きたいと思うんですけども、コーチリングでトレーニング開始となります。はい、で、ここで、まあ、失敗3回あるんでね、その合計ですね、でシュート数がいくつになったかっていうのをやっていきたいと思います。はい、では早速いってみましょう。まず1本目ですね、まあ、ここら辺は壁も1枚なんでね、まあ、サクサクと進めていきたいと思います。危ない、びっくりした。これもスケコーですね。はい、まあ、ちょっと壁気になったらですね、まあ、今の感じで、シュートコースを引いてからですね、一旦ここで止めると、一回待つので、まあ、壁のタイミング見計らってですね、こうですね、離してもらうと、まあ、こんな感じで、壁をうまく避けてシュート決まるといった形ですね。これを結構僕の場合はやってたりするんですけども、はい、これで、5本成功ですね。さあさあさあ、ここら辺はですね、サクサクいきたいですね。おっと、早速この角度がないシュート、これ難しいんですよね。これもですね、同じように繊維を引っ張って止めて、壁がなくなったタイミングで離すと。あ、ちょっとタイミングミスったな。おお、危ない、成功、7本。これはですね、ちょっとニアサイドの方にですね、ガツッと8本成功です。これも同じですね、ニアサイドに、はい、9本成功。これも同じ角度。おーっと、ちょっと油断してしまいましたね。今1本失敗、9本目ですね。はい、10本成功。なんか同じ角度が続きますね。はい、11本成功です。5本ぐらい同じ角度続いてますね。はい、12本成功です。お、同じ角度、こんだけスペース空いてると狙いやすいですよね。おっと、ちょっと難しくなって、これはさっき言ったように止めて壁を見つつ打つと。はい、14本成功。おっと、これもちょっと難易度高めですね。これはリーパー側に打ち込みましょうかね。おお、止められた。残り1本ですね、ラストチャンスは。さあ、14本目。はい、15本成功。ここの角度が厳しいですね。壁を見計らって、よし、16本成功です。おっと、これは難易度が高いぞ。どこを狙うんだ。まだちょっとこっち側狙うしかないですね。このバーのニアに、ニアじゃないや、角に見計らって、どうだ、よし、成功、17本。いや、今のはちょっと難易度高めでしたね。これこれはどうする。こっちですね、キーパーのいない方、セオリー通りに狙って、あー、ミス。はい、ここで終了です。ですね、結果の方が、17ゴールとなりました。はい、
ということでですね、僕のチャレンジはですね、17本成功ということで、今回ですねキャンペーンの応募対象の条件としましては、18ゴール以上ですね、18回ゴールを決めた方がですね、応募対象となります。はい、なので、18回以上ですね、ゴールを決めた方は今この出ている画面をですねスクショ取っていただいて、でハッシュタグシュートで1万円っていう、ものをつけていただいて、ツイッターで投稿していただければと思います。そしてさらにですね、期間中ですね、18回以上ゴールを決めた、画像をですね応募していただいた方にはですね、全員に、シュートマスター認定画像をですね、プレゼントさせていただきますので、皆さんどしどし、応募していただければと思います。まあ応募者の中から抽選で3名様に1万円のデジタルコードも合わせてプレゼントさせていただきますので、期間中何回でもチャレンジできますので、皆さんどしどしと応募をお願いいたします。はい、ということでですね、以上石井 D でした。